最近7月3日ちのとゆなという2人の人気アイドルの熱愛報道がファンに衝撃を与えた。これにより JTBC ドラマ王の国で共演しているアイドルたちの熱愛説が SNS 上で爆発的に広がった。しかし SM と JYP エンターテインメントの両事務所は交際報道を否定した。ユナとジュノは以前から仲が良いことで知られており、放送中のドラマ王の国でも相性が良いことで知られていたため、熱愛説は当然ながら大きな注目を集めた。しかし韓国の有名ニュースサイトはどれも、有名なディスパッチやスポーツソウルさえもこの噂を報じていないというネチズンの指摘から、この噂に対する疑惑が浮上している。代わりにデートのニュースは2023年3月に設立されたばかりのメディアであるブルー FNEWS から出ました。そのため多くのファンはこれは影響力を得るために意図的にフェイクニュースを広めた行為ではないかと推測した。さらに Twitter の SNS プラットフォームでは、放送局 S**** がブルー FNEWS の主要投資家の一つであると言われています。ヒットドラマで知られる国営放送会社である S**** 派、TVN や JTBC などのケーブルネットワークとの厳しい競争に直面しています。一方ユナとジュノは現在 JTBC が土日に制作放送するドラマ王の国で主演を務めている。注目すべきは同じ日に放送されたドラマ S**** であり、従ってキングザランドの直接のライバルとみなされます。また王の国の視聴率は上昇を続けているが、ドラマ S**** のドラマはまだ大きなブレイクには至っていない。その結果ネチズンは最新ニュースの陰で S**** が注目を集めているのではないかと考えている。一方ユナとジュノのデートの噂が月曜日の朝に浮上したのは、日曜日の国王のエピソードが2桁の視聴率を記録した直後であることの言及する価値があります。当然のことながらデートのニュースが注目を集め、キング・ザ・ランドの新たなマイルストーンに影を落とし、ドラマにマイナスの影響を与える可能性がある。これらの要因を総合すると、特にキング・ザ・ランドとの格付け合戦の最中、交際の噂はS**** による汚いトリックではないかという憶測が生まれた。その結果ユナとジュノのファンは怒りを表明し、アイドルを守るための適切な措置を要求する大量の手紙を SM と JYP に送りました。最後までお読みいただきありがとうございました。また次の動画でお会いし